皆さんご機嫌ですか。どうもちぃぼぉです。お前か、痴漢をしたっていう世にも珍しいエレベーターマニアは。正直に言え、お前がやったんだろ。誤解でございます。この後に及んで言い訳するのか。お前が痴漢の常習犯だっていうことは分かってんだぞ。一回でございます。やってんじゃねえか、嘘をつくたふてぶてしい野郎だ。十回でございます。やっぱいっぱいやってんじゃねえか。まったくどうしようもないやつだな。お前、痴漢をやめる気はないのか。止まりません、バカ野郎。というわけで今回はツッコミどころ満載の世の中の理不尽なものを集めてみました。この動画が面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではポチッとな。絵を見てカタカナで名前を。答えはピーマンだね。なんて書いて間違ったんだろう。パプリカ。いやもうこれも正解だろ。答えは豚なんだけど、クマって書いて間違っちゃったみたい。いや豚でもないだろこの生き物。もうどっかのゆるキャラだよ。これは懐かしいね、ガムの包み紙についてた迷路だ。でもこれゴールできないよね。なんとこの迷路の正解こうらしいです。こんなんひねくれた大人に成長するわ。青少年を守ろうボックス。例えばお母さんが息子の部屋で見つけたいかがわしい本や DVD などを葬り去る箱であります。やめてやれよ。この箱から青少年を守ってほしい。春夏秋冬いつでも美味しいソフトクリーム。誰もが一度は経験したあるある。なんとか元には戻すんだけど、落とさないように慎重にアイス食べることになるんだよな。龍が如くジエンド、ジャンク品 50% オフ。まあどうせちょっと傷がついてるくらいでしょう。ちゃんとゲームができれば俺は全然気にしないね。ジャンク内容、中身がガンダム無双のため。もう店員の頭がジャンク品。フクロウの描き方、丸を描く、残りのフクロウを描く。なるほど、これで俺も今日からフクロウが描けるか。絵が下手なあなたでも簡単、5ステップ馬の描き方。今度はちゃんとやれよな。適当に丸を2つ、足を4本描く、丸の中に顔を描く、たてがみと尻尾、細部を仕上げて出来上がり。また騙された。自分で動かしてください。自動って書けや。ゲーセンで大活躍、両替機。両替目的はご遠慮ください。じゃあ何をしろと。ハゲの人はお断りいたします。なんでや。六本木ヒルズ盆踊り2013。こんな大都会で盆踊りができるなんていいね。盆踊りはありません。なんでや。じゃあこれただの六本木ヒルズ2013じゃねえか。こちら答えはハトなんです。でもなんで×かっていうと、歯の左の部分を跳ねてなかったらしいんです。細かすぎだろそんなん。これで×になんの。いや先生が跳ねてねえ。